で、私はサイデンステッカーさんも上智でちょっと知っておりますけれども、サイデンさんからの聞いた話でですね、非常に印象深かったことが一つあります。それは戦争中にですね、日本では戦争に迎合するような文学を書く人が、大部分だったわけですね。もちろん戦争終わってからもその姿勢を崩さない人もいますけども、大体また戦争終わると、民主主義みたいなになっちゃった人も多いんですが、サイデンさんはそこを指摘しましてですね、本当の日本文学の著者たちは戦争中も全然変わらなかったと。そして、谷崎潤一郎と、それから川端康成を挙げました。確かに川端康成も谷崎潤一郎も戦争中だからといって別に戦争的なことを小説には書いておりません。それからサイデンさんから聞いた話でもう一つ印象深かったのは、これもミロー先生がちょっとおっしゃいましたけどね、どこで切ってもいいのが日本の小説であると。源氏物語ってもういくらね、その孫の話になったっていいわけで、伸ばそうと思えばいくらでも伸びるですね。英語で言えばアーキテクトニックのいらない小説、これが日本の小説の特徴ではなかろうかと。伊勢物語だって、長生きしてどこまでも書いてていいわけですからね。要するに一つのアーキテクトニックスはあんまりいらないんだと。そして美的感覚で、日記を足したようなでもいいんだと。そして山の音じゃないや、あの雪国なんかもね、あれだって数字なんか全然ないんですからね、つまらないってあれほどつまらない小説もないと思うんですが、それをサイデンステッカーから聞いたときですね、やはり外人だから我々の見ないものをよく見てるなと思ったことがあります。それでもう一つ、谷崎潤一郎について言いますとね、私は谷崎潤一郎に、ある意味で非常に感謝したいと思っている人間の一人です。というのはですね、谷崎がささみ雪を書いたのは、あれは品字編の頃からですね、だから戦争中の真っ最中です。戦争の真っ最中なのにですね、あそこに出てくる主要テーマはですね、平安庁みたいなもんでございましてですね、来年の醍醐の花見にどんな着物を着ていこうかなんていうのがね、一番、主要関心事であるような、戦争中ですよ、書いてるんですね。あの世界大戦中、あんなのんびりした小説、大小説を書いてた国は、私はイギリスにもアメリカにも、もちろんソ連にもどこにもなかったと思うんですね。やはり谷崎とかいう人は本当の平安朝文学的になっておられたんですね。谷崎のご存じのように、若い頃は非常に西洋かぶれのバタ臭いものを書いておりますが、大震災の時にですね、東京がぶっ潰れて伝統的なものがなくなったんで、関西に逃げて、関西の大金持ちの、女性と一緒になって、関西というのは平安朝の頃の文化圏ですから、そこで、源氏の役をやり、それからささみ雪のようなものを書いた。これはですね、これ戦争中の作品ですよと世界に見せたらですね、これはあの時代の最も文化的な作品、好き嫌いはあるとしてもですね、ザ・マキオク・シスターズという役で出てますが、これがあの戦争中なんですよと言える、そういう本を持っていることはですね、日本人の誇りとしてもいいのではないかと思いますね。そしてその谷崎がですね、ものすごい贅沢な生活して一生借金だらけで、一向気にしなかった英雄でありますが、その贅沢極まりない夫婦、谷崎さんの奥さんの方もものすごい贅沢ですからね、それをやらせ続けた中央公論も偉いなと思って売る次第でございます。大変簡単でございますが、時間は押してますのでこの辺で失礼いたします。